はいみなさんこんにちは神谷宗平です、えー、本日も参政党 DIY カフェをお送りしていきたいと思います今日のゲストは尾崎善子さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,ししま,すまあ実はですねはい、はい、ついさっきまであの私の個人の方のチャンネルであは<ー>い撮ってまして、はい、エジンデシリーズがねはい、えー、無事六十回分撮り終わりまして <laughs> <laughs> はい大変なんですよねこれね毎回ね皆さんね十本ずつらい撮ると思うんですよ実は十 <laughs> 本撮るね三四時間かけてね撮ってね <laughs> はい、もう暑いと僕はもう意識が朦朧ろ,ろとしてきちゃうとか、ね、<laughs> 寝不足だったらうとうとしちゃうとかですね <laughs> はいいろいろな苦労を乗り越えて <laughs> まあでももう今回のシリーズ60本でしょこの前の江戸時代でも4050、はい、本撮っててその前に見って,ってもう小崎さんって300本ぐらい動画撮ってますよね。<laughs> すいまいすいやいやもう CGS のね全体で3000本ぐらいあるんですけど、はい、うちの10分の1は小崎さんの番組だと。 いうことで、恐縮でございます、はい。はい、歴代1位ですけども、ごめんごめん失礼です。<laughs> あのまあでも、尾長さんというと歴史なんですけど、はい、まあ今本当に政治の中で歴史を語るっていうことがほとんどなくてですね。う,んうん、うん、なんか私も今国会がね臨時国会が始まってまして、初記演説とか質問聞くんですけど、はい、やっぱりなんかこう顕著がないんですよね。こんなことで怒られちゃいますよ先輩方に。いやいや。なんかやっぱりね、特に総理なんかね。 あのなんかこう今国難だっっておっしゃるわけですよいや確かに国難なんですけど、うん、なんか国難だっていうんじゃなくていや過去にこう,こ,うこういう国難もあったとそして今もまたこういう国難だとでかつてはこういう先人たちが乗り切ってきたから、ね、我々も今この時代の、ね、日本人として日本を守り継いでいくために、うん、ここでしっかりこの国難を乗り越えようよみたいなそういうのがあれば国民奮い立つと思うんですけど全くそういうのがです、ね、なくて。 もうただただ目の前にあることは問題ですね問題ですねっていうことをおっしゃってるだけで、うん、やっぱりねなんかこう振り立てないんですよねだから寂しいというかやっぱりね僕はまあ自分がやってるからっていうわけじゃないんですけどやっぱり政治家がもっと歴史を語ってほしいなというふうに思いながら今国会出てるんですけど小木さんも感じられてるところがあれば。 今のお話でで言うなならば主体性がないんですね、はい、だからあの、まあ、似たようなもので、まあ、これも国民的意識と言ってもいいぐらいなんですけどもストレスという用語がありますがあのもうど多くの人たちがストレスに負けてしまってでもう大変だ大変だっていうことで癒しを求めると、うん、でそれが一つの世相になってますよっていうふうにまで,ま,でまで言われるようになってきちゃった、はい、政治もいわばストレスで大変な状態になってるんですともう今問題が起こってるんですと。はい もう子供まあ、言ったら大変ですとだからと,とにかく小手先でなんとかしましょうでてや,やろうとするんだけども基本もうすでに、ま、もうその中で負けてますから、はい、だから日本っていう国日本,日本の政治自体が日本っていう国が国にが,が受けているストレス重圧にすでに負けた状態になって負け,、ね、負けた状態の中でああでもないこうでもないって言ったところでもうただの負け戦でしかもしんがりもう誰もやらないでね。はい もうひたすらただにみんなして逃げてるだけ。で,で逃げながら、まあ、ちょっとでもそこら辺においしそうな財産あったらこうちょっとパクっていこうみたいな、うん、そんなものもしか見えないですね。もともと日本語にストレスって言葉はなかったですよ。うんて言うんだかと言ったら試練ですよね。うん、で神様は乗り越えられない試練は絶対に与えないんだと。だからどんな重圧が来ても、うん、それを乗り越えることが人生なんだ。はい、日本いいう国もいろんなその 重圧い,いろんなことが起こってくるもちろん病気の問題もあるし感染症のこともあるし経済の問題もあるしさまざまな問題が起こってくるけれどもその起こ,って起こったものにもとをそれぞれ試練と考えて全部乗り越えていくもともと1ドルの,あの相場が360円と固定だったんですよね、はい、あれが240円になったかと思ったら今度180円になってで140円になったかと思ったら今度もう一番ピークで80円台までもがそれっすよね ありえない話なんですよ、うんで。そもそも1ドル360円になったこと自体、そもそも元々ですよ。元々、あの、戦前は1円イコール1ドルだったんですよね。うん、で、1ドルって100セントじゃないですか。はい、1>, 1円は100センだったんですよね。うん、100センが1円になるで。1ドルと1円って10日で交換だったわけですよ。それが、戦争があったら1ドル360円になっちゃったわけですよ。はい、で、当時まだい、あの、 1000とか10000、50000、70000っていう千、円の下の1000っていうタイムが残っていたんです。何を見せているかといったら、360円、我々の感覚,にと感覚での360円ではなくて、実はその100倍、3万6000円になったということなんですよね。はい、1>, 1ドル3万6000円ですよ。もう絶対日本の経済なんか破,け破壊されるじゃないですか。はい、ところがどっこい、日本のそこからそれを試練だと思って乗り越えちゃったんですよねで。そういう強さっていうものを発揮していくのにあたって、やっ何が根幹に必要なのかといえば、 やっぱり主体性を発揮すること。その主体性は主体性は何によってもたらされるかといえば、自分たちは日本人なんだとここは日本なんだっていうその意識ですよね。はいうん、で同じ日本人なんだ。だ今ここで日本人が助け合ってこの国難とも言えるような,な,な状況を乗り越えていかなきゃいけないんだと。 明確なな意思をを持つためににははやっっぱり国を愛するるいうのは大切になってくるこれが愛国心だっていうとまたいろいろ叩かれちゃうんですけども国、うん、な,なぜ日本っていう国がそもそも出来上がったのか日本っていう国はどういう国だったのかとこれ全部歴史になるわけです、はい、その歴史をしっかりと学んでいくことによってでその今日本の進むべき道っていうものがこれが決まってくる、はい、だから例えば政治上の問題が起こったからといってそのテレビの画面見たりとかね パソコンの画面眺めながらここにやろうっていくら怒ったって何一つ変わらないわけで根底から変えていこうと思ったらやっぱり誇り誇りのためには歴史やっぱり根幹から変えていかないといけないこれはあの7つの習慣でも言いますよねパラダイムシフトだってね小手先のことをいくらやったって何も変わらないよと今もう日本そういう状態に来てると思うんですよね小手先の問題じゃない根幹から変わらないといけない根幹から変わるの簡単なんですよね歴史をしっかり学ぶ 結局何が誰が勝つのかといったらあの混乱の時代においてね最後に勝つのは誰か文句言ってるやつが勝つのか、はい、っていったら絶対違いますよね、うん、最後に勝つのはどういうやつかといったらもう学んだやつなんですよ。あの大きな時代の裸駅でどん,などんな時代の変,もう変化があっても必ず生き残るやつっているわけですよ。はい、で新しい時代が生まれるわけですよ。うん 江戸時代までに、あの、もう徳川幕藩体制の中で財産のある人もいたし、で、あの権力のをたくさん持った人もいた。明治に入って全部それをなくされたわけですよね。なね亡くなったんだけど、なくなったんだけれども、また新たなパワーっていうのが育ってるわけじゃないですか。はい、誰が最終的に勝利したのかといったら、結局一番真面目に働いていた人たち、うん、あの、仮想だと言われていた人たち、はい、要するに農家ですよね。農家の人たちが一生懸命勉強して、で、一生懸命国を守ろうと思って努力をして、うん それが結果として日清日露の戦いに勝利をし第一次世界大戦に勝利しそして大東亜戦争で世界中から世界から植民地をくっしちゃったあれあの政治のトップの力でも何でもないんですよ農民の力ですよ日本の、うん、いつまでも戦うどこまでも戦う、はい、それじゃあなんで農民が強かったのかといえば勉強したから強かった、はい、昔よく言ったんですよねあの戦争末期になって何もかも焼けちゃったうちの実家もあのマスだったんですけども 完全なもう焼け野原になっちゃったでもねあのじいさんやばあさんが言ったそうですよね、うん、もう全部なくなったあのぜぜどんなに焼いたって、ね、あの連中はなくすことができないものがあるそれはなこれだって、うん、頭の中だって頭の中のものがなくすことができないんだそれさえあったら何ぼでも復興することができるんだ、うんうん、だから焼け野原になるんだったらおお城東やってもらうじゃないかと、うん、そしたら 焼け野原だったら、もっといい街作ればいいんだ、うん。そこういう話ですよね。ねまあ、底抜けに元気がいいんですよね。うん、はい。 いやまあ本当にね、なんか歴史とかやってると政治と関係ないじゃないかってよく言われるんですけど、はい、全くそんなことはなくて、茂名、はい、さんも今度からね、あのまあもうすでに全国で参政党の勉強会のね、タウンミーティングを講師もしていただいてますし、はい、から12月から今度沖縄でもね、はい、はい、定期的に勉強会をやっていくんですけど、参、はい、政党で。そこでもね、沖縄も行っていただくということで、はい、やっぱりその、参、まあ、政党まずね、皆さんもう繰り返しになりますが学ぶ党ですからね、はい、学ばないと参政党に入った意味がないと。 逆に言うと学びたい人はそのい来てくださいと、うんで。学ぶことも結構大事な部分に歴史があって。なんで歴史を学んでるかってと、歴史を学ばないと未来考えられないからです。うん、歴史が学ばないと困難な時に頑張ろうっていう勇気が湧いてこないからですよ。はい。だからそういったところをですね、バオさん、例えば沖縄なんかでも、 はい、あの伝えたいメッセージがあると思うんですけど沖縄行ってもしこう連続で講義やっていくとしたら沖縄県民の方こんなこと伝えたいなとか,なんかありますか一番伝えたいのは、はい、もともと琉球って琉球だってことですよね。民族発祥の地ですよあそはだから日本という国の,あの原点がまさに沖縄にあったわけで、はいえー、その沖縄をお守るために特攻隊の人たちが命をね かけて戦ってくださ、はいなんでそこまでなことをしたのかと言えば、うん、そ沖縄が日本の原点だからですよ、ね。はい、で昔の沖縄の人たちって結構その意識持ってる人もいたんですよね。うん、でそそれがなんか自分僕たち被害者ですっていうね、うん、なんかつまんない言葉に惑わされちゃって、うんはい、被害者だって言うとお金もらえますよね。うん、そういうものになってしまったっていうのはこれはもう大変残念なことだし。はい、だから大切なことは。 争うことでではないんですよねよくあの政治は対立だとか言いますけど右と左の対立だとかあもう思想の対立だとかねあの政治対決とかって言いますけど国民ははっきり言って政治に対決を求めていない、うん、国を良くしてくれよっていう、はい、そこを求めてるんであって、うん、はっきり言って右も左も左関係ないですよね、はい、あの学校のテストの偏差値で言うならば偏差値80ぐらいの80以上の人たちとね偏差値20の人たちと偏差値20以下の人たちと。 どっちが偉いかってお互いにぶつかり合ってるみたいなもんで俺たちの方が成績いいんだとねこっちは運動神経がすスんだこの野郎とかっていうことでお互いにこう見解やってるだけの話ででも学校全体の偏差値上げようと思ったら偏差値80以上の人がいるとか2十以下の人がいるとかっていうここが問題なんじゃなくてこんなめにないんだからこんな連中は真ん中のこの真ん中のボリュームゾーンが全体に成績が良い方向にみんなしてシフトしていくそしたらその学校の 全全体の偏差値っっててく変わわしまうわけですよね、はい、それと同じでやっぱりみんなが大きく変わっていくその,その対立よりももっとお互い対立があるとするならば、ね、自分の意見が正しい相手は相手で自分の意見が正しいと思ってるお互いに正しいと思って言い合ってるでも本当に本当に正しいことはその真ん中にある。 A さんが正しいわけでもない B さんが正しいわけでもない A さん B さんの真ん中に正しい答えがあるんだっていうことをこれを知っていくでそ,うたそういうことを我々の祖先は非常に大切にしてきた、うんうん、非常に大切にしてきたあのもう本当に、まあ、議論することを昔はあげつらうと言ったわけですけどもあげつらうあの面をあげてお互いに汚なく意見を言い合う話し合うその話し合いをするのにあたっては何が大事かといったらルールがあって絶対に相手を呪っちゃいけない。 個人攻撃はいけない。議論するときはそのテーマについてちゃんと議論しなさい。個人攻撃はダメよ。これ、なんと、17条憲法にそう書いてある。うん、17条憲法いつ、いつ生まれたんですか。それぐらい古い時代から、我々日本人は議論することを大切にしてきたし、もう本当に涙流して一晩中かけてでも議論してきたっていうのが、これが日本人ですよね。でそうやって誠実にやっ,てくるやってきた。で、何か大きく変えていこう。今の日本をこれ、本当に気になって変えていこうとするときに、一人じゃ変えられない。当たり前です。 だから仲間を集める横の関係で仲間を集めていくこれもものすごく大事なことですでもそれだけじゃだめなんです歴史っていうものを学ぶことによって歴史上のさまざまな偉人たちから背中をグーッと押してもらうこれが全体がグーッと大きなパワーを発揮する力になっていく、はいはい、ということじゃないかと思います、うん、ね。 まあ本当にさっき初心表明演説の話しましたけど、まあ、総理の話もまあ残念ながらそういった岸畜はなかったとうん、うん、で野党の質問を聞いててもやれ国葬儀がどうだ統一教会がどうだ大臣の発言がどうだということで。まあ、自民党の世、ね、耕、えー、さんが いやもうそんな国民同士分断してる場合じゃなくて強調しながらこれ乗り越えないといけないんじゃないかっていうメッセージうん、うん、それだけはちょっと僕に響きましたねそうだとそうだと本当に思いましたようん、うん、でもそういうのが本当に少ないですね、まあ、まだあのちょいちょい質問しか聞いてないんですけど、うん、なんか本当になんか僕はもしねまだ質問できないんで <laughs> あの会入ってないし数も少ないからですね質問できるんだったら僕はぜひなぎさんから教えていただいた歴史とかね もついて、今、日本、こういう、ね、状態じゃないですかねと、われわれがやるべきことはなんですかねということを、しっかりと総理に問いたいなというふうに思っておりますので、まあ、来ないかもしれませんが、僕にしっかりとした質問の,、ね、あの機会が来たら、小、は、柳、い、さんのあの君をしっかりと生かしてやっていきたいと思いますそのためには、あのぜひですね、ぜひね、参政党ので国会に大量に議員を送り込むことができるぐらいにならないといけない。うん そのためには地方が一つ一つ核になって確実に地方議員を誕生させていくということをしていかなくちゃいけない,という、ねうん、うですね。あのでもね必ずこれはあの日本が変わるのは賛成党からですから。もうこの選択肢が僕はないと思っています。はい。はい、ありがとうございます。一択です。はい。一択になれるように頑張ります。はい。 ということで今日は尾、えー、崎さんにインタビューをさせていただきましたまたぜひご登場くださいありがとうございました